はい、億万長者合宿をご覧の皆様、こんにちは。今日はね、自己肯定感の犠牲者というタイトルでお届けしたいんですけども、いくつかエピソードを紹介しましょう。一つはですね、私 FX をやっているんですけども、まあずっと FX は調子がいいっていうかね、なんとか価値をずっと続けて3年以上になるんですよ。でそこにですね、メッセージが来ます。いや、久保さんの FX 解説すごく参考になります。いつも本当勉強させてもらってます。まあでもなかなかね、勝てないのが FX ですよね、みたいな感じで、まあその人はそんなに勝ってないっていうかね、まあ負け続けていながらも熱心に勉強している方なんですよね。これからどんどん力をつけてくれるんではないかなと思いますけども、まだプラスにはなってないと。勝ったり負けたりでプラスになったことがないっていう感じですよね。でその方がね、私ね、この FX の教材すごく勉強になりますよつって紹介してくれるんですよ。まあそれは有料教材であったり無料教材であったりするんですけども、その人が参考になるっていうんだから参考になるんだろうなと思うんですけども、私はその参考になると言われた教材を使わずにこうなってるわけなんですよね。でその方はその教材を参考になるとか言って見ながら買ってないんですよ。これはなかなかね、興味深いですよね。参考にならないとは言ってないんですけども、今までの思考法と今までの行動が今日を作ってるとしたら、じゃあ今日の思考法と今日の行動が明日からを作るとしたら、まあ、私はまあこのまま行こうかなと思うんですけども、その方は私のようにやっていくのか、その人はその人の教材を取っていくのかなっていうところですよね。それからですね、まあ私もこういうふうなね、お金とかね、稼ぐことのこの放送をしている中で、いや久保さんの思考は考え方おかしいですよというふうに言ってくる方もいるんですよ。本当に、ね、そういうご指摘はありがたいんですよね。でまあメッセージとかで話し合ってみると、まあ、その方が言うにはね、やっぱもうちょっとリスクに目を向けていきましょうみたいな感じで言うわけですよね。まあ、私のリスク回避っていうのはものすごく緻密なんですけども、それ以上にリスクに目を向けていけってことなんだろうなと思って方法と聞いてみるんですけども、まあ考えてみるとね、ちょっとおかしな話で、その方はそうやって言ってくる方は、やっぱ日々の10万20万が全然ないわけなんですよ。要するに余剰資金がない状態なんですよね。で要するにお金に困ってるわけなんですよ。お金が全然稼げないと。お金が全然なくなっちゃって、でいろんな投資とかも失敗して、お金なくなっちゃった、借金はあると。で支払いが本当困ってますっていう方が、お金のことを私によく教えてくるんですよ。もちろん失敗という体験の中から学ぶものが結構あるんで、それを言ってくださるんだったらね、全然いいんですけども、こうやったらお金が増えますよってことを一生懸命教えてくるんですよね。だから興味深いですね。現実お金がない方がお金を増やす方法を私に教えてくださって、私はまあね、お金が増える方法を教えるとまで言わないんですけども、こういうふうにやったら、とりあえず大きなダメージを受けずにお金に関してはやっていけるんじゃないかなってことをね、申し上げてるんですよね。まあ私は絶対稼げますよみたいな話はしないんですよ。でもこれは失敗の可能性が高まりますよ、もしくはこういうふうに考えたらうまくいかない可能性があるから、そのうまくいかない可能性も込みで行動するんだったら、リスクヘッジのためにこっちに用意しておきましょうみたいなね。そして私は無数の仮説をして、その全ての仮説に、対抗策を練っている、リスクヘッジをしているから、まあ知名度は受けにくいんだろうなと思うんですけども、大抵の方はチャレンジするときに不確定要素があるのは込みなんだけども、リスクヘッジをしていないんですよね。だからね、いきなりドーンとお金いっちゃったりね、いきなりバーンと会社辞めちゃったりね、もうちょっと緻密にやらないといけないんじゃないかなと思います。まあ億万長者合宿というねシリーズですから、まあ少なくともね、1億円ぐらいは一人で稼げるようになっていただきたいかなと思いますけども、1億円だってね、最初の1万円から始まりますんで、最初の1万円を、着実にね、1万回重ねていけるようにやっていけばいいんじゃないかなと思いますよね。まあ億万長者合宿、でもね、やらないんですよね。私がね、私の1万人のチャンネル登録者数のいる YouTube チャンネルで紹介しましょうって言っても、お願いしますっていう方はいないんですよ。他にどんな方法で、成功しようと思ってるのか、稼ごうと思ってるのか、私のようなね、才能のない見地からはとても押し上がれないような壮大なドラマがあるんでしょうか。それでは行ってらっしゃい。